皆さんこんにちは、ケンです。今日はお知らせがあります。なんと私、今週の日曜日に開催される奥鬼怒グラベルアドベンチャー4キャノンデールに参加が決定いたしました。こちらのイベントはですね、栃木県にある日光を中心に走るグラベルライドイベントになります。キャノンデールが主催しておりまして、参加できるのはもちろんキャノンデールのオーナーのみ。推奨バイクはトップストーンもしくはスレイドと書かれておりました。今回ご縁があって参加させていただきます。もちろん参加するバイクはトップストーンカーボンレフティ。いやー、今年初のイベント参加になります。実はもうグラベルロードの魅力を伝えるためにいろんなイベントに、応募してたんですけど、初めは東北で開催されるジェロボームから、最近中止になったラファキャラバンのグラベルイベントですね、これも中止になってようやく今年初の、イベント参加になります。はい、もう楽しみです。今まで自粛と、遠慮してた分ですね、今回は、思いっきり楽しんでいこうと思ってます。普段は入れない林道を、特別な許可をいただいて走ることができるそうです。その林道を通りつつ、目的地は有名な温泉ですね。温泉がゴール地になります。でサポートは全てしていただけるようでして、サポートカーも出ますし、昼食も出るし、ドリンクも出るっていうことで、もう安全なライドですね。で、参加人数は少人数、今5名、もう5名までって決まってます。そのうちの1人が私ですね。残りの4名の方、これ見てるようでしたら、よろしくお願いします。コースは、55キロの距離で1700メートル登るのかな。おそらくこのライドを1700登るということは、いろは坂走るんじゃないかなって予想してます。エボでもちょっときつかったので、今回トップストーンで登れるかちょっと心配なところでありますが、頑張って登っていきたいと思います。で今回このバイクで行くんですけど、前回の動画からちょっとまた変わってるところがあります。サドルですね。サドルを、軽量なスパカズのオイルスリックのものにしました。もう見る位置によってバーテップと同じで色が変わります。レールはチタニウムの素材になっているので、緑や紫がかった色になっております。クランクブラザーズのキャンディーワンつけてたんですけど、XTR にしました。はい、ちょっともうこちらで、いわゆるガチ仕様ですね。ガチ仕様にしてます。あとはね、アクセサリー類でいくと、パナレーサーから、提供いただいたこの非売品の、グラベルキング SK のリミテッドカラーで作られたブキットとのコラボハンドルバーバッグですね。こちらをつけてますし、あとは後ろにですね、工具類とか、こちらも非売品になりますけど、ブキットのとのコラボバッグで、ちょっとあまりに、GoPro とか機材とかいっぱい運ぶので、アピジラのボルトオンのトップチューブバッグをつけてます。この仕様でね、その奥鬼怒グラベルライドを完走したいと思ってます。ようやく行けるイベントになりますので、楽しんでいきたいとも思いますし、パナレーサーのアンバサダーとしてね、このグラベルキングのもう使えるぞっていうところをね、いっぱい撮影していきたいと思ってます。皆さんにね、その楽しさが伝わるような、その土地の魅力が伝わるような動画をお届けできたらなと思います。ではね、奥鬼怒グラベルライドの動画を楽しみに待っててください。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。